では前回のあらすじ、不穏な港町。今日正午ごろ、ノール港路地裏で町を訪れていたユーリ氏が、赤目の集団の襲撃を受けた。騒ぎを聞きつけた騎士団小隊長のフレン氏が駆けつけ、集団は撃退された。エステリゼ城は帝都から旅をしながら探していたフレン氏と無事再会を果たし、現在宿屋で対面中である。なおユーリ氏はこの対面が終了するまで町を散策中である。いや、奇妙な少女。今日昼前、失政官邸前で一人の少女が押し入った。通りがかったユーリ氏が門番と少女が揉めている様子を目撃していた。目撃者の証言によると、少女は黄色い煙幕のようなものを貼って逃走、姿をくらましたという。なお、この後ユーリ氏は宿屋へ向かうとのことだった。はい、ということでね、前回なんか謎の女の子とフレンに会えました。じゃあ宿屋で、あ、これ休まないとダメ。え、またよろしくな。あ、普通に出ればいいかな。はい。だってここの失政官を倒さないと船に乗って先に行けないということで、どうするでしょうか。そう、私ラゴー失政官に会いに行ってきます。お、え、僕らなんか行っても門前払いだよ。いくらエステルが貴族の人でも無駄だって。とは言っても港が閉鎖されてちゃトリム港に渡れねえしな、うん、デデッキってコソ泥も赤岩の大男も海の向こうに嫌がんだ。うだうだ考えてないで行けばいいじゃない。話の分かる相手じゃねえなら別の方法考えればいいんだしな。ではラゴー執政官の屋敷に向かいましょう。お、行っちゃうの。はい、じゃあエステル戻ってきた。フレンとの再会について。どこであってもフレンはフレンだったな。ったく、さらに頭が固くなってやがる。お、ラピードもそう思うか。まあ元気そうで何よりだったけどさ。なるほど。さらに頭が固くなってやがるって言ってたから、どうなんでしょうね。もうちょっと柔らかい性格であってほしいけど、なんかやっぱりさ、似てるからさ、ガイと比べちゃうよね。今のところ、まあ前回でちょっとしか会ってないけど、フレンとガイだったらガイだな。さあもう一回突撃。なんだ貴様ら。ラゴー執政官に会わせていただきたいんですが。ユリ、この人たち傭兵だよ。どこのギルドだろう。道理で柄が悪いわけだ。帰れ帰れ、執政官殿はお忙しいんだよ。町の連中痛めつけるのにか。おい貴様、口には気をつけろよ。だから相手にされないって言ったじゃないか。大事になる前に退散しようよ。ここはカロル先生に賛成だな。うん、でも他に方法が。いいから行くよ。どうにもならんか。正面からの成功法は騎士様に任せるしかないな。それがうまくいかないからあのフレンってのが困ってるんじゃないの。まあな。となると献上品でも持って参上するしかない。ちょ、可愛い女の子1人か2人持ってったら入れてくれるんちゃう。献上品？何よそれ。リブガロだよ、価値あんだろ。そっち行くの。そういえば役人の1人が言ってました、その角で一生分の税金を納められるって。言ってたね。そんだけ高価なもんなら面ぐらい拝ませてくれるだろう。リブガロってのを捕まえるつもり？だったら今がチャンスだよ。雨降ってるし。そうなの？雨がどうかしたんです？水に弱いとか？雨が降ると出てくるんだよ。そうなんだ。天気が変わった時にしか活動しない魔物ってのが時たまいるんだよね。よく知ってるな、カロル先生。それで？それでって？それだけだよ。どこにいるんだ？さ、場所はわかんない。しょうがないじゃん。やっぱりね。じゃあ町の人に話を聞きましょう。そうだな。聞きましょうっていいのかよエステル。はい。下手すりゃこっちが犯罪者にされんだぞ。この町のルール作ってんのは帝国の執政官様だ。そいつに逆らおってんだからな。私も行きます。いいんだな。はい。リタもいいんだよな。天候操れるブラスティアっていうのすごい気になるしね。決まりですね。じゃあまずリブガロを探すとしますか。
強いかな。もうやだよ、ほんと。前々回の、前回、前々回の展開やだよ、マジで。難易度下げてもな、ちょっとな、今更って感じやかな。ちょっと頑張ってノーマルでクリアしたいと思っていますけれども、誰か話聞こうか。リブ側の角には木、とにかく貴重な薬の元が入ってるんだって、白い狼の子供を連れたメガネの女医のお姉ちゃんが言ってた。あんたはもう税金対策かい。俺は知らないよ、自業自得だろ。暗いとこが好きなんだと。だから雨の日にしか出てこねえらしい。なるほど。フレンいんのかな、まだ宿屋に。ノール港の南の前に黄金の光だってさ。貧乏人の噂話さ、みんな好きだね、黄金ってのが。おお。あ、いない。フレン仲間にならないのかな、鍵がかかってる。さてさて。もう路地裏に何も出てこないよね。大丈夫だよね。どうしよう。リブ側で桃の色だろ。そのままの腹の中に子供がいたっぽいぞ。最近繁殖したらしくて雨になると出てくるんだ。あれ、ここに人っていなかったね前。はい、そこのお嬢さん、ちょっと寄っていかんかね。そうじゃそうじゃ、どうじゃ、わしと最後で勝負せんか。もちろんただでとは言わん、わしに勝った褒美を出そう。どうじゃ。でもいいな、私そういうの強いわよ。わしだって名人と呼ばれた男、そう簡単にはやられんぞ。じゃあいいよ、やろう。サイコロ勝負ってなんだ、大きい目を出す方ってこと。でっかいちっこい、ぴったんこ、半分こ。じゃあでっかいちっこいで。じゃあ説明を聞く。3つの石を使って数字の大きさを当てるゲームです。3から10がちっこい、11から18までがでっかいとなります。プレイヤーは名人が振る石の大きさを予想してください。ほう。3回連続で当てることができれば勝ち。一度でも外すその時点でゲーム終了。ファーストバトル。でっかい。あ、ちっこいだ。ジョイ。ちょ、もう。え、うんかよ。口の間大したことねえな。え、これもしかして勝たないと先進めないやつかな。じゃあちょっと頑張るわ。勝負。もうでっかいちっこい。じゃあちっこい。足した合計が592。え、でっかいじゃん。ちょっと、もう、なんなの。もう一回。そこうるさい。勝負。3回連続って結構きつくない？でっかい。お、よし、オッケーオッケーオッケー。当たり。セカンドバト、じゃあちっこい。あ、でっかい方が出やすいのかな。どうなんだろう。悔しい悔しい悔しい。勝負。でっかい。お、いいね、でっかいね。あったり。どうよ。お、いいんじゃない。よし。じゃあ最後もちょっとでっかいでいくか。お、おっきい。よし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 。勝ったー。あ、グミくれた。グミセット。どうよ。それ何度も何度もやってるやんな。うるさいわね。熱いキスを。やだ、セクハラだよ。新サイコロ名人
人と認定し、わしが覚えたことによってサイコロカが激震、そしてお主を狙う者も出てこよう。じゃが負けはなりた、新サイコロ名人リタよ。次週忍び寄る新たな資格の巻に続く。続くのか、あんなわけないでしょ。嬉しくない。あら、そういうわけでもなかった。なるほど、ストーリー進むかなって思ったんだけど、普通に遊んでしまったわ。さあ、出口に行ってみます。相変わらずじっとしているのは苦手みたいだな。人をガキみたいに言うな、ユリ。無茶はもう。俺は生まれてこの方無茶なんてしたことないぜ。今もコア泥棒を追ってるだけだ。ユリ、お前こそ無理はほどほどにな。ウィチル、ブラシア研究所の強制調査権限が使えないか確認を取っておいてくれ。まったく、帝都を出て少しは変わったかと思えば、これでは無茶の規模が膨れ上がっただけだ。フレン？ん？ユリは守るべきもののためならとてもまっすぐなんですよ。そのために自分が傷つくことを厭わない、それが羨ましくもあり、そのための無茶が不安でもあるんですがね。ねえエステル、もう行こう。ユリに置いていかれるよ。ええ、私たちもこれで。あ、エステリーゼ様。はい。その、どうですか、外を自由に歩くというのは。全部を良かったというのは難しいことですけど、私にもなすべきことがあるのだと分かり、それが嬉しくて楽しいです。そうですか、それは良かった。フレン一緒に来ないか。ちょっとエステルといつでもイチャイチャしてええんやで。強制調査権限って。ねえリタ、フレンの言っていたブラスティア研究所の強制調査権限って何です？ああ、あれね。要するに帝国が認めたブラスティア調査であればどこでも入っていけますというものよ。なんだ、そんなすげえ権限あったのかよ。僕らが苦労する必要って全然ないんじゃないの。多分無理だと思うわよ。例外とか言ってよく弾かれるのよ。帝国のやりそうなことだな。なるほど。ちょー、この辺の敵みんな強いんだよな。ちょっと終わらせようぜ。よいしょ、いけ。OK。 あれ、私たちは町近郊の平原に向かった。じゃあこの辺に出るってこと？ディブガロって、え、もうこいつじゃないもんな。平原、なんか暗いところに出るって言ってたよね。暗いところか。よいしょよいしょ。あれ、もしかしてあいつ、あいつなんかでかいよ。あいつ、あ、君ですか。おお、やっぱり。強そう。おお、よいしょよいしょ、いけ。お、私もオーバーリミッツしたい。あれ、オーバーリミッツ、あれ、オーバーリミッツってあれか、パーティー一人使っちゃうと使えなくなるの。あ、あれ弱、あ、弱、めっちゃ弱だったよ。あ、さっさと連れて帰ろうよ。傷だらけ、少しかわいそうですね。まあ、動物に罪はないからな。狂いの町の連中に何度も。あ、だから弱ってたのか。町の人が悪いわけじゃん。分かってるって。角を取って。ユーリ、
高価なのは角だろう。姉の亡者どもにはこれで十分だ。あんたが魔物に情けなんてかなり意外なんだけど。のんきなこと言ってたらほら起きるよ。うん、もう逃げてった。あれ、なんで。私たちの意図を理解してくれたんですよ。魔物が、まさか。角が手に入ったんだからなんだっていいさ。はい、お、黄金の角、ラゴー執政官が集めているというリブガロの角、高く売れるらしいが、あとボコボコにされるかって思ったけど全然楽でしたね。で帰ろう。待って、せっかく怪我を治してもらったのに。また足引っ掛けんの。そんな物騒なもん持ってどこに行こうってんだ。あなた方には関係ない。好奇心で首を突っ込まれても迷惑だ。はい、これはあんたの活躍の場を奪って悪かったな。それはお詫びだ。ありがとうございます。ありがとうございます。子供の件は大丈夫なのかね、この夫婦。ちょっと、あげちゃってもいいの？あれでガキが助かるなら安いもんだろう。最初からこうするつもりだったんですね。思いつき、思いつき。その思いつきで献上品がなくなっちゃったわよ。どうすんの？ま、執政官邸には別の方法で乗り込めばいいだろう。なら、フレンがどうなったか確認に戻りませんか？とっくにラゴーの屋敷に入って解決してるかもしれないし、ね、ああどうだろう。だといいけど。宿を訪ねてみましょう。はい、よし。だってフレン、フレン、相変わらず神器臭い顔してるな。いろいろ考えることが多いんだ、君と違って。いらまあしょうがないけどね。また無茶をして賞金額を上げてきたんじゃないだろうね。え、それいいことしてきたんだよ。執政官とこに行かなかったのか。行った。ブラスヤ研究所から調査執行書を取り寄せてね、うん、それで中に入って調べたんだな。いや、執政官にはあっさり拒否された。マジか。なんで。ブラスティアが本当にあると思うなら正面から乗り込んでみたまえと安い挑発までくれましたよ。私たちにその権限がないからバカにしているんだ。でもそりゃそいつの言う通りじゃねえの。なんだと。ユーリ、どっちの味方なのさ。敵味方の問題じゃねえ。自信があんなら乗り込めよ、うん、いや、これは罠だ。ラゴは騎士団の失態を演出して評議会の権力強化を狙っている。今下手に踏み込んでも証拠は隠蔽され白を切られるだろう。ラゴ執政官も評議会の人間なんです。ええ、騎士団も評議会も帝国を支える重要な組織です、うん、なのにラゴはそれを忘れている。とにかくただの執政官様ってわけじゃないってことだ。ええ、次の手考えてあんのか。なんだよ、打つ手なしか。中で騒ぎでも起これば騎士団の有事特権が優先され突入できるんですけどね。うちらがそれやれってことかな。騒ぎは、騎士団は有事に際してのみ有事特権によりあらゆる状況への介入を許されるですね。なるほど。屋敷に泥棒でも入ってぼや騒ぎでも起こればいいんだな。ユーリ、しつこいようだけど。無茶するな、だろ。市中の見回りに出る。手配書で見た窃盗犯が執政官邸を狙うとの情報を得た。よし、じゃあ行きますか。
もう、まあ、なんか天気が晴れないからなんか雰囲気も暗いな。結構あれだね、話硬い感じだね、ベスペリア。何度見ても大きな屋敷だね。評議会のお役人ってそんなに偉いの？評議会は皇帝を政治面で補佐する機関であり、貴族の有力者により構成されているです。いわば皇帝の代理人ってわけね。そっか、皇帝今不在だもんな。そうなんだ。どうやって入るの？裏口はどうです？残念、外壁に囲まれててあそこを通らに入れんのよね。ん？あ、あなたは。こんなところで叫んだら見つかっちゃうよ、お嬢さん。あの、一緒に牢屋に入れられてたおっさんやん。で、鍵くれた。どちら様です？おお、なーに、そっちのかっこいい兄ちゃんとちょっとしたの。そうなんです、そうなんです。ご説はありがとう。いや、違うから。ちょ、おいおい、ひどいじゃないの。お城の牢屋で仲良くしたじゃない、ユーリ・ローエル君よ。うん、名乗った覚えはねえぞ。ん、手配書。ユーリは有名人だからね。ピッ、おじさんの名前は？ん？そうだな、とりあえずレイブ。とりあえずってなんだよ。とりあえずってどんだけふざけたやつなのよ。んじゃレイブンさん、達者で暮らせよ。釣れないこと言わないの。屋敷に入りたいんでしょ？ま、おっさんに任せときなって。え、おっさん今度何してくれるんだろう。止めないとまずいんじゃない？あんなんでも城抜け出すときは本当に助けてくれたんだよな。そうなんですよ。そうだったんです。だったら信用できるかも。だといいけどな。な、え、なんかこっち来るよ。ん？そんな、あいつバカにして。私は誰かに利用されるのが大嫌いなのよ。ああ、やっちゃったよ。どうすんの？どうするって、そりゃ行くに決まってんだろ。見張りもいなくなったし。はい、ちょい待った、正面はさすがにやめとけ。裏に回って通用口でも探すぞ。はーい。じゃあ裏口。あ、いたいた、おっさん。ちょっと、よう、またあったね。無事で何よりだ。じゃあ待て、こら。でも、あ、ちょ、下行っちゃったよ。あれじゃん、最後まで合流できないやつじゃん。失勢かにゃんまで。なあ、もうここからじゃ操作できないようになってる。え、なんか臭いで。血と、あとはなんだ、何かの腐った匂いだな。え、あ、魔物を飼う趣味でもあんのかね。クソ、魔物いんのか。でもね、リブガロもいたし。子供？今度は何？どうなってんの？あの母の子供かな。行きましょう。誰かいるみたいです。うん。オッケー。レイブンについて。ちょっとあんた、あのレイブンってのは私の前に連れてきなさいよ。あ？なんで俺に言うんだよ。だってあんた知り合いなんでしょ？だから別に知り合いじゃねえって。どうだか。だいたい会ったのが牢屋ってのがうさんくさすぎるのよ。その点は否定できないな。変わった方だとは思いますが、私には悪い人には見えませんでしたよ。いやけど、いい人でもないと思うよ。すぐ信用しちゃうんだから。もうエステルは可愛いな。子供、ちょっと待ってよ、ここ普通の通路だな。あとどこに出口があるかな。こっちもよいしょ。子供を救出したいところだよね。
あ、宝箱あるけど、ちょ、魔物スペクタクルズ5個いらないな。こっちは、お、ナイトソード、はい、お、上がる、おっと、セーブポイント見つけて終わりにしたいけど終われなさそうだな。ちょ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 、なんかよいしょ、よし、よし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 よこれ、行き止まりですかね。あー、来た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 。やばそうな敵ね。慎重に行きましょう。よいしょ。ありがとう。敵強い。セーブポイント見つけて終わりにしたいけどね、なかなか。後々になって出てくる感じかな。よいしょ。はい。勝利の雄たけびを。よし。ここは行き止まりだったので寝ましょう。さ、そろそろ終わりにしたいけど。てかさ、こう屋敷の中にさ、モンスター飼うって自分たちが襲われるってリスク考えないのかな。ほんと謎だよな。お、ナイスオーバーリミッツ。よいしょ。オッケー。さあ、こっち。あとさ、家の廊下にさ、なんか不気味な絵飾る人とかさ、夜トイレに行くことを考えないのかなってすごい思うんだけど。あ、ふぎふぎ、あ、子供いた。おう、大丈夫だよ。何があったか話せる？怖いおじさんに連れてこられて。男の子女の子どっちだ？パパとママが税金を払えないからって。ねえ、もしかしてこの子さっきの人たちの、うん、なんか髪型がすごい、なんてひどいこと。え、バリカンで揃えたのかな。ししこの人たちはここの魔物に、うん、ママ帰りたいよ。よかった、よく生きてたね。よかったよかった。もう大丈夫だからね。お名前は？ポリー。ポリー、男だろ。あ、男の子なのね。すぐに父ちゃんと母ちゃんには会わせてやるから。うんうん。ちっちゃい子に優しいね、ユーリー。あー、怖かっただろうな、こんなところに。あー、ちょ、なになになにね。足引っ張んないでよ。よいしょ。よいしょ。そう、まだいる。あと一匹かな。よいしょ。オッケー。セーブないかな。ここはオレンジグミ。グミ欲しいけど買っちゃったから今満タンなんだよね。鍵がかかってる。なるほど。こっちは、よいしょ。お、宝箱か、ここ。なるほど。じゃあちょっとあの宝箱開封して今回終わりにしようかな。じゃあ続きの探索はまた次回やっていきましょう。セーブポイントがないっぽいからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。俺
ッケー。勝つのは100年早い。前進。お、小さな鍵。あ、やった。鍵ゲットしたわ。これで先に進めるかな。小太郎。ラピードの武器ですかね。おお、とっ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 とと。すごい数です。よし。一発撃破よ。わが、ありがとう。カットしてもらって。あれか、モンスター倒さないと敵も倒してくんないのか。いや、大事だな。死ねねね。グミ食べる。よいしょ。あどけなき水のトラムル。いるるるるる。聖なる活力。ここまでとこのファーストエイド。ファーストエイドお願いします。あ、私じゃなかった。グミ食べる。オッケー。敵も多い。すごく。いるるる。ナイス。でも。ナイス。強いって。はあ。じゃあ早くここ出よう。待って、じゃあちょっと装備を見ますか。ラピード、小太郎。お、強い。クリティカルガード、ディフェンド。ぶっ壊がめっちゃ上がるな。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておきましょうか。では次回ね、ここの探索やっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。